国民第一。昭和天皇は戦後の日本を支えるために全力を尽くし、その遺産は私たちに今も受け継がれています。そのリーダーシップと人間性は、国民のために自己犠牲を厭わない姿勢を示しました。特に GHQ の占領下での困難な状況にあっても、昭和天皇は国民の生命を最優先に考え、マッカーサー将軍との交渉を通じて食料の確保を求めました。その温かい姿勢と感謝の気持ちはアメリカの国民にも広く受け入れられ、日米の友好関係を深めるきっかけとなりました。その内容とは一体何でしょうか。早速見ていきましょう。新時代、令和が幕を開けたこの国には、時を超えて響き渡るべき物語があります。それは荒波を越えてきた戦後日本の舵を取り、国の明日への希望を一心に願った昭和天皇にまつわる深い物語です。この物語は令和という新たな時代を歩む私たちに、過去を振り返りつつこれからの道を探求するための大きなヒントを与えてくれます。昭和天皇は困難な時代を乗り越えるためには、リーダーの果敢な決断と国民の団結がいかに不可欠かを教えてくれます。また私たちの日々の生活において、大切にすべき価値観や文化を守り育てていくために、一人一人が果たすべき役割を改めて考えさせるのです。この話から新たな気づきや深い学びを得られることを心より願っています。また皆様の温かなご意見や心打たれるご感想も心よりお待ちしております。それでは一緒に見ていきましょう。昭和天皇の存在がなければ、現在の日本の風景は根本から異なっていたことでしょう。アメリカの強い影響下にあって、日本独特の美しい文化や価値はもしかすると霧の中に消え去っていたかもしれません。今回はそんな昭和天皇が GHQ 司令官マッカーサーとの間に交わした心の底からの言葉と、その背後に隠された感動的なエピソードに光を当てていきたいと思います。昭和20年9月27日、戦火によって疲弊した東京の地で、昭和天皇とアメリカとの間の特別な物語が始まりました。この物語は両者のつながりを深く探るものです。初対面のマッカーサーとの会談で、昭和天皇は出されたコーヒーに手を触れることなく、ただ一つの願いを伝えました。8000万の国民の命を救ってほしいと。この力強い願いにマッカーサーも心を動かされたと伝えられています。敗戦国としての日本は GHQ の厳しい占領下にあり、昭和天皇はその時の日本を代表する存在でした。人々の間には GHQ が天皇を裁くのではないかという不安が渦巻いていました。この瞬間、昭和天皇の行動は単なる形式を超えた深い意味を持ちました。昭和天皇の言葉は国民への無限の愛と未来への絶対的な希望を表していたのです。昭和天皇が直面した試練の時、最初に口にしたのは国民の命を助けてほしいという切実な願いでした。この一言には自らの生命よりも国民の安全を優先するという深い決意が込められていたのです。人はしばしば逆境に立たされた時に自己の安全を最優先に考えがちです。しかし昭和天皇の行動はそのような一般的な反応をはるかに超えていました。この出来事はマッカーサー将軍にも深い印象を与えました。彼は自らの回顧録の中で昭和天皇について、私はすぐ前にいる天皇が一人の人間としても日本で最高の紳士であると思ったと記しています。そんな昭和天皇をマッカーサーは玄関まで見送るほど敬意を払ったのです。後にマッカーサーは日本の外相との会談でこの時のことを振り返り、興奮のあまり陛下にキスしようとしたとさえ語っています。昭和天皇の貴族的な振る舞いはまさに尊敬に値するものでした。天皇という存在は時を超えて日本の象徴として尊ばれ、国民の幸せを祈り続ける重要な役割を担っています。昭和天皇の場合も
その崇高な立場を超えた深い愛情と責任感により国民の命を守ることを最優先に考えたのです。その姿はただの肩書きを超えた真のリーダーシップの証であり、昭和天皇の深い人間性が国の危機を乗り越える力となったのです。この歴史の一節は時代が変わっても日本人の心に残り続けるべきものです。昭和天皇の国民への深い愛情とその責任感は私たちが忘れてはならない貴重な遺産です。このように昭和天皇は常に国民を第一に考えていたのです。昭和の終戦直後、日本は厳しい状況に直面していました。国は荒廃し、人々の間には食料がほとんど残されていませんでした。町の姿は廃墟が広がり、わずかに残された食料のために人々は争う日々を送っていました。このような絶望的な状況の中で、昭和天皇の心は国民の苦しみに深く共感し、痛みに満ちていました。昭和天皇は国民をこの絶望から救い出すために自らが持つ最後の手段に訴えました。それは皇室が代々受け継いできた貴重な美術品や古文書、つまり国の宝である御物の目録を手放すことでした。この決断はただの物質的な犠牲以上のものでした。それは国としての誇りと国民一人一人への深い愛情の象徴でした。農林大臣に対して多数の餓死者を出すようなことはどうしても自分には耐え難いと語った昭和天皇の言葉には、国民への深い思いやりと国民を救うための強い決意が込められていました。皇室の御物と引き換えに食料を調達し国民の飢餓を救うようにとの指示は、国民を最優先に考える天皇の姿勢を示すものでした。この貴重な御物の目録がマッカーサーの手に渡った時、彼はその行為の重みとその背後にある深い愛情と犠牲に深い感動を覚えました。昭和天皇の決断は敗戦の混乱の中で光を見出す希望の行為であり、人間としての深い愛と責任感の表れでした。これは困難な時代にあっても人間の尊厳と愛情がいかに強力な力を持つかを教えてくれます。昭和天皇の行動は歴史を超えて心に響き、私たちに大切な教訓を残しています。それはどんなに厳しい状況にあっても愛と思いやりが人々を救い結びつけることができるということです。そしてマッカーサーは目録を受け取ると次のように述べました。自分が現在の任務についている以上は断じて日本の国民の中に餓死者を出すようなことはさせぬ。必ず食料を本国から輸入する方法を講ずる。戦後の混乱が続く中、マッカーサーは昭和天皇の悲願を叶えるという重大な使命を引き受けました。この使命を知った日本政府の関係者たちだけでなく、GHQ の関係者たちもその決断に驚愕しました。何度も嘆願が GHQ に提出されていたにもかかわらず、マッカーサー将軍は従来の態度を変えることはありませんでした。彼の態度はまるで日本人の言葉や願いが通じないかのように感じられるほどでした。しかしある日、昭和天皇が自らマッカーサー将軍に向けて心を込めた訴えを行います。その訴えはまるで刃物で切り裂かれるような痛みを伴うものでした。その訴えに触れたマッカーサーの心は揺さぶられ、彼は方針を転換する決意を固めました。その結果、アメリカ本国から日本への食料輸送が実現したのです。この出来事は二人の間に生まれた深い信頼と理解の証であり、戦後の苦境にある日本国民にとっては救いの手となりました。最後にアメリカを訪れたことです。昭和50年、天皇皇后両陛下がアメリカを訪問された際、アメリカ国民の心を溶かしたスピーチがありました。それまでアメリカ国民の関心は経済面に集中しており、昭和天皇の訪問には冷淡な反応が多かったのです。しかし昭和天皇が訪米されると一変し、アメリカの新聞は連日トップ記事として昭和天皇の姿を写真入りで掲載しました。これにより全米で
訪問歓迎の空気が盛り上がりました。なぜこのような変化が起きたのでしょうか。実は天皇陛下のスピーチがアメリカ国民の心に響いたのです。昭和天皇の言葉は温かく感動的であり、アメリカ国民はその人間性と品格に触れ、昭和天皇を尊敬するようになったのです。そのスピーチは単なる外交的な行事ではなく、人々の心を結びつける力がありました。このように昭和天皇の訪米は単なる外交の枠を超え、両国の友好関係を深める素晴らしい機会となりました。そのスピーチはアメリカ国民の心に深い感動と尊敬を残し、日米関係の新たな節目となりました。それはホワイトハウスで行われた公式歓迎晩餐会で天皇陛下が述べられた言葉です。私は多年帰国訪問を念願しておりましたが、もしそのことが叶えられた時には次のことをぜひ帰国民にお伝えしたいと思っておりました。と申しますのは、私が深く悲しみとするあの不幸な戦争の直後、帰国が我が国の再建のために温かい好意と援助の手を差し伸べられたことに対し、帰国民に直接感謝を申し述べることでありました。かつての敵国であるアメリカとその国民に対し戦後復興に尽力してくださったことへの謝辞を述べた昭和天皇。ホワイトハウスの関係者の中には、昭和天皇がアメリカを恨んでいるだろうと考える人もいたことでしょう。しかし昭和天皇の優しい言葉はそのような予想を打ち消すものでした。その温かな調べは会場にいた全ての人々の心に深く響き渡りました。続けて昭和天皇は次のように述べています。当時を知らない新しい世代が今日日米それぞれの社会において過半数を占めようとしております。しかしたとえ今後時代は移り変わろうとも、この帰国民の寛容と善意は日本国民の間に長く語り継がれていくものと信じます。このように昭和天皇のお言葉は次世代においても日米の友好を願っていると受け止められるものでした。スピーチ後会場は大きな拍手に包まれ、晩餐会は予定よりも遅い時間まで続いたそうです。昭和天皇のスピーチは翻訳されてアメリカ全土にも広まりました。アメリカ国民はその内容に昭和天皇の懐の深さ、偉大さを知り感激しました。当時はまだ戦争の影響で反日感情を持つアメリカ人も多くいた時代です。そんな人々の心さえ昭和天皇はわしづかみにしてしまったのです。こうして昭和天皇の訪米は歴史的な教訓を残します。当時のアメリカが自信を喪失し大きな屈辱を味わっていた中で、昭和天皇の訪問は希望の光でした。昭和天皇の謙虚な姿勢と感謝の気持ちは敵対していた国々の間に友情の種をまきました。そしてその種は今日の日米関係を築く基盤となりました。この出来事から我々は大きな教訓を得ることができます。過去を乗り越え互いに尊重し合い助け合うことが真の友好関係を築く道であることを学びます。また先人たちの努力や犠牲を忘れず、その遺産を次世代に継承することの重要性も再認識します。昭和天皇の訪米は単なる歴史の1ページに止まりません。それは未来への希望とともに過去から学ぶべき貴重な教訓をもたらしてくれる出来事であり、その価値は時を超えて輝き続けるでしょう。さて本日の動画は以上となります。皆様の温かいコメントや高評価は何よりの励みとなっております。ぜひともご感想やご意見をお聞かせいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。